演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちら業務スーパーのごまだれ餅を食べたいと思います。大福白玉ずんだり続けておすすめですね。黒ごま、これまでのやつ美味しかったからな、これもきっと美味しいだろうなと思いながら夢を膨らませて、伊達ごまだれ餅って書いてあります。中身は、はい、このようにいつも小さめのお餅のプルプルで、中身それを割るとこんな風に黒ごまがたっぷり入ってません。たっぷりほどでもないが、それは失礼。ではいただきます。このもっちり感変わりませんね。そして黒ごま香ばしいです。でもその中にも甘さもある。これすごいですね。温めても美味しそう。これまでと同じ業務スーパーのもっちりとしたお餅の中に香ばしく、その中にも甘さがある黒ごまだれが入っていて、噛んだ瞬間にその黒ごまだれの甘さと香ばしさがふわっと広がってきて、とっても美味しかった。香ばしいですね。ただ甘いだけじゃないというのが良かったですね。最後まで飽きずることなくパクパク食べることができました。これ温めても美味しそうですね。なんか他にも余裕できそうです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。青唐辛子、火を灯すのや食べてみて、食べて体の中に火を灯しましょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。